4月14日金曜日、今日の天気は晴れのち曇り、日本放送、飯田耕司の OK、コージアップ。 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新谷一華です。日本放送飯田浩司の OK ケーアップ。この後八時まで生放送です。今日はね、明るいなという感じ。日本素屋上の度けすでに十五度ありますね。はい、今日も暖かくなりそうですが。そうですね。東京都心二十四度の予想で汗ばむ陽気になりそうですね。なるほど。んなんかね、こう穏やかな陽気だねというふうに朝来た。 わけですけれどももう昨日の番組のおしまいというかね えー、ジアラートが発令されて、はい、もお別れも言えずにバタバタバタっとという形でう、えー、今朝あ会社に来るとですね、まあ、いつも通り新聞が積んであるわけですけれども、えー、三紙一面トップは北朝鮮のこの、ねえー、ミサイルの発射について、えー、北朝鮮 ICBM 級発射防衛省当初北海道に落下可能性と朝日新聞の一面トップであります。いやさすがにこのの日本の、ね、領域の 領土内に着弾の可能性っていうのはなかなかない。 文章といわれわれにこう入ってきた速報もいつもとは違う緊迫感があるぞという感じだったもんね。まあこれねあのこの時間帯があ非常に多いというのは今までの、ね、経験則でもあってで、まあ、あ去年も秋口に2度、うん、J アラートの発令というのがありましたんで、まあ、その後に番組スタッフでもどうしたらいいかね、うん、みたいなことはずっと言ってたんで,、はい、でその部分でねあの 複数原稿を用意して二、えー、人で、えー、手分けして読めるようにしようかとか、ねえー、昨日はそんなことをやっておりましたが結果的には30分ぐらい、えー、特別放送を続けるという形になりました、はいえー、聞いてらっしゃった方からも、ね、感想をいただいております女性59歳若葉さん東京稲城市から 昨日は番組後半大変でしたね、ミサイル発射、建物の中に避難してくださいなんて SF 映画の中だけの話と思っていたのに、えー、ここ半年くらいで何度も聞くようになってしまいました何より慣れが怖いですよねと、えー、今後もこのような時は緊張感を持ってお二人の声かけを聞きたいと思いますと、えー、いただきました。まあ、他にもね、あのー いろんなラジオ局聞いて、えー、各局聞き回してみたというですは、ね、や、えー、さん、えー、川崎市の方58歳の男性会社員の方ですが、えー、日本放送は繰り返し伝える中あ他局は平常に近い状況で放送を続けてきて緊迫感にえらい違いがあるなと各局共通でないことに違和感を覚えたんですが、まあ、放送が流れている地域の差なのかもしれませんが、えー、ラジコプレミアムもある中取り決めとかないんでしょうかねと。 いたただきました、まあ、あの各局で、まあ、判断をしてというところではあるんですけれども<ー>、まあ、番組の中でも、ね、お伝えした通り、えー、国民保護法上の指定公共機関であるということがありますのでおの、まあ、その責務というものをどう考えるかというところもあるのかもしれません。まああのーねえー、これだけのことがとこういうことになると、ねえーえー、バタバタするなとこういう形ではありましたけれども。 まああのー、これね、ね番組でも何度も電話をつないだりとかしているウクライナでずっと取材を続け出してらっしゃるウクルインフォルムの平野隆さんがツイッターで触れてましたけれども今回ね、ね、まあ、結局のところジアラートが 発令されてで、えー、避難の呼びかけがありで結局う、日本の領域内あるいはその周辺に、えー、着弾の可能性がなくなったということで最終的には訂正があったわけでありますがキーウにいると空襲警報というものはもう四六時中出てそして出たけれども着弾しなかったとっいうのは何度もあるんだとそのつど、ね、緊迫感を持って避難をしてということを繰り返して、えー、空振りだったらそれは それでよかっったねとといいう,うになっていると、まあ、もちろん、その中にはあの何度も、ね、空振りがあると気の緩む人とかもいるけれどもという話をされていて、まあ、その辺の、ねえー、やっぱり日本ってものは平和なんだなということを改めて思うとこういうような書き込みがあって。 そうだよねとおまだこうやってまあ批判ができるうちはいいけれどもという,うまあ備えあれば憂えないと先人は言いますけれども、はい、まあそういったところも、ねえー、考えながら我々も気を引き締めてやっていかなきゃなというふうにも思いますし、まあ、あのこれだけのことがね、えー まあ半年でもう3度ということを考えるとまあそれだけこの日本を取り巻く環境周りの環境というものがえ緊迫していると。なんんんとというかうんだんだんとねその 温度が上がってきているというのがあるのでなんとなく鳴らされてしまっているようなところもあるけれども10年前と比べたらだいぶ違うよねというような話でありまして、うん、まあそのあたりをですねみんなで一緒に考えていこうというイベントもこの今後、計画をしております6月25日日曜日お昼3時開演飯田工事の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。 あのイベントに、ねえー、参加いただく論客の方々、えー、例えば、峰村健二さんだったり、小泉優さん、高橋杉雄さん、東野厚子さん、青山茂春さん、えー、須田真一郎さん、宮崎哲也さん、井田須行さん、佐々木俊直さんと、えー、皆さん、この安全保障に関しても、ね、いかごがある方ばかりでありますし、まあ、ウクライナ情勢も含めて、そしてこの日本の周りのお状況というのを、えー、分析をしてらっしゃる方々ばかりであります。でえー、ウクライナでのお ことがどうこう日本にフィードバックできるのかあるいは6月、えー、この時期に一体何が起こっているのかというのは全くわからない余談許さないところがありますのでまあその辺のですね最新の情報も含めて、えー、放送では踏み込めないところまで、えー、踏み込んでいただこうと思っております。えー、共同東京チケット受付電話番番号は えー、ぜひですね、一緒に考えていこうと思っております。お越しください。六、えー、月二十五日、日曜日であります。 あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向 G アップはリスナーのあなたコメンテーター私大信業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえぜひメールやツイッターでご参加いただければと思います、えー、ねえちょっとお今信業アナウンサーと話していたんですが、はい、昨日はだから原稿が違ったよねっていうところなんでねそうなんですよねェアラート発出された時にそのスタジオに入ってくる原稿ミサイル発射ミサイル発射ってこう読む ことが多いというのはあれですけれども、うん、読んでいたのが昨日直ちに避難、直ちに避難だったんですよね。確かにね。だからそこの部分が、まあこれ、えー、新聞にもね、今日結構書いてありますが、あ日本の領域へ、えー、北海道に落下の可能性と当初あったと。でこれはあ東北庁のね会見が昨日ありましたけれども、はい、戦後初であるということ、マッキシに聞かれてそのような認識だというふうに答えたそうですが、はい、だそこの違い。 っていうのをね、うん、我々ももう夢中でこう北見こうマジオマなきゃってやってたけど、はい、そうだよね。一瞬ぱって,てみた、ね、見たときに、なんだろうって。え ただちに避難って書いてあるっていうのは思いましたよね本当、ネット上の指摘ではまあ J アラートと国民保護情報というふうに書いてあるけれどもこれ結局は空襲警報でしょっていうの、ねうん、えまあそうなねとなると確かにあの映画とかで見た退避、退避ていうのと全く表現としては変わらないんだなっていう、ねうん、え改めて考えるとちょっと切実の心思いがいたしますがえ今朝のコメンテーターは元統合幕僚長の川野勝利さんであります。あのこのね北朝鮮 ミサイル等々についてというところももちろんお聞きいたしますしまた、うん、夜に、ねえー、2つニュースが大きく動きました1つは陸上自衛隊のヘリコプター事故海中で機体の一部などが発見されたという一報が入ってきました読売は今日1面がそれです。 えー、そして六時五十分過ぎのニュース七時またぎこちらも動いたアメリカの機密文書流出問題で周平、えー、の男が逮捕されたと今新井アナウンサーも呼んでくれました、えー、そして北朝鮮のミサイルについてさらには G7 の外相会合が えー、この週末から来週にかけて行われるというところであります人工衛星の破壊実験を外相会合で禁止呼びかけへというような、えー、共同声明原案が出てきております、えー、それからフランスとアメリカの関係まあこれは台湾情勢をめぐってのマクロン大統領の発言等々も踏まえてというところそしてスクープアップのゾーンは中国が東シナ海にロケット残骸の落下を警告と、えー、飛行禁止区域の設定についても伺ってまいりますここが気になるのコーナーですスタジオ長官 隠しが入ってままいりました、まあ、オープニングでも、ね、お話をおいたしましたけれども北朝鮮のミサイルの発射について3し1面トップです、えー、朝日の1面は紹介しました毎日北朝鮮ミサイルで J アラート北海道周辺20分後訂正空振り覚悟精度に課題、えー、それから産経新聞北新型 ICBM 発射か東博町日本領域初の落下予測 J アラート発出の指定性と。 と、えー、いうことで三市が一面トップであります、えー、そして読売新聞は夜に動きました、えー、不明ヘリカ海底で発見イラブ島北側内部に一人情報と、えー、自衛隊詳しく調査へとういう、えー、記事が出ております、まあ、これも後ほどね、えー、今日のコメンテーター川野勝人さん、えー、元自衛隊の制服組トップ えー、にいろいろ聞いていきたいなというふうに思っておりますが、まあ、このニュースがき、ねえー、昨日の夜あたりから動いてきたということで、えー、あります、まあ、あまずは一刻も早く調査そして、えー、北の回収というところに,になっていこうかと、まあ、夜が明けたところからです、ね、現場はすでにもう動き始めているんだろうなということも思うところです。 えー、それからあ日本経済新聞一面は国家公務員の働き方について、えー、週休3日拡大事情問わず働き方多様にという、えー、人事院勧告へというニュースですあの霞が関離れ歯止めとおいうふうに書いておりましてまあ,あ 今年のね、まあ、毎年夏に出てくる働き方に関する人事院勧告に、えー、育児や介護といった事情がなくても週休3日制を取得可能とする法改正を盛り込む検討に入ったということで、えー、フレックスタイム制を利用することを条件とすると、えー、長,期長時間労働などによる人材の霞が関離れが深刻な状況になっていることを踏まえて多様な働き方を選択できるように政府に改善を促すというふうに出ております。 まああのー、もちろん、ねえー、こうしたことは大事だし、まあ、それによって霞ヶ関離れ歯止めと、まあ、今、官僚を志す人の数が減っているとか、まあ、そういうことが言われているのでというところなんですが、まあ、これは。 えー、いろんなところで、ね、指摘されているところなんですが、まあ、その働き方改革もそうなんだけどさとで、えーまあ、よく、ね、公務員制度改革というふうに言ったりもしますけれどもその制度の部分というよりは、えー、働きそのものを変えなければいけないぞと大体いい、ね、予算が決まっていてで定員が決まっていてというのがあるのでこれまたこういう,こう制度を導入だけして予算で だとか定員が変わらないとなるとどういうことが起こるかというとじゃあ週休3日取りますよとでこれで人が薄くなったというところに、えー、出勤してきた人にものすごく。うう 負担が増えるというようなことになるとえそれって結局意味あるのかとであの独身のおまあこちらなんですけど男性のお職員であったりとか、えー、あるいはうん奥さんが、まあ、あ理解があってですね、えー、旦那さんがあ仕事に全力投球ができるような環境の人などにしお、えー、寄せがどんどんといってそういった人たちが過労でまた倒れるみたいなねでさらに薄くなってしまうとそこにまたさらに、えー 仕事がどんどんと重なってしまうみたいな悪循環が続いていってるんじゃないかということで、まあ、そこの部分を変えなきゃいけないよねと、まあ、あの国会の改革ももちろんそうですけれども質問通告をちゃんとしろよとかね早めに本当はルール的には2日前までに通告しなきゃなんないのが当日前日のもう夜遅くだったりとかするというようなことも考えると。まあ なんかこういう、ねえー、制度を変えるってのはもちろん大事なんですけれども小手先だけで済む問題なのかっていうのは、まあ、そしてそれはん公務員に限った問題ではなく私企業でもあったりするかもしれないよねと、えー、いうようなことも改めて思うところであります。 この時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は元統合幕僚長河野勝利さんにお越しいただきましたおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますまあ河野さんにね、はい、ご出演をお願いしたのはまあ一週間余り前のことということで、はい、まさかこうして、えー、今日時代が動くとはというところなんですが、はいえー、陸上自衛隊の宮古島周辺で消息を絶ったヘリコプター事故海中で機体の一部など発見かというニュースが入ってまいりました、はいはい これ現場で、ね、捜索にあたっている海事の艦艇がうん海中で見つけてきたということですがまずこの事故、どうご覧になりますかまずあの本当にあの今、原因がちょっと私としてもわからないですね、分前ま報道にはい、2>, 2分前まで正常な行進を完成塔としてたということが。えー あと聞いておりますので、うん、でこの二分間に何が起きたんですよねで。あとあのこう今映像に流れてるなんかあの住民の方々が捉えたね、はい、あの映像も出てますけど全く正常の飛行なんですよね。うん、本当にわからないですよね。 あの人的な要因と、まあ、機体的な要因が2つあるんですけどもどちらもちょっとあの何、はい、ていうか決定的にっていうのがないんですよね。まあ、これからまあの今ね幸いなあの機体とかが発見されたようですから、はい、まあこれからその中におそらくフライトレコーダーっていうのがあるんですけどもこれがおそらく回収できるはずですのでその回収を見てですね、はい、まあ本当にあの原因についてはこれから徹底して調査をしまあ再発防止に努めて はい、まああのね、えー、機体の一部そして搭乗、まあ、されていた方々も見つかったのではないかというようなね一方も。 ありました。はい、あこれね本当に要求助者の方々もまずはね助け出してというところをやらなきゃいけない、ねうんまあ、まあ今今行方不明ということで,で、ねはい、まあでも本当にあのまあねあのまあ階級にねあの人命の重さの違いはないんですけども、うんうん、ただやっぱ組織としては、うんはい、第師団長ってねまあやっぱご五千人六千人を指揮する人でしたので、はい、やっぱあの 組織としては、ですねやっぱり師団長が今、行方不明ということは非常に大きなダメージだと思いますので、やっぱりこの原因はまあ徹底的に調査して、はい、再発防止に努めてほしいですよねこの第8師団というところ、まあ、あの南西諸島一帯も担任のこう区域になっていく。えー あの基本的にはですね南九州が担任なんですけども、ただ、今、陸上自衛隊はあの軌道展開ということをやってますので,で、特にあの南西諸島が非常にあの重要な、中国が脅威ということであれば、非常に重要な地域ですので、そこにまあ軌道展開するには一番あの近くのポジションですね、ですからまああの非常に重要なあの配置だったということですねうーん。はい でまあね、そうなるとお、やはりそこにこう動いていくためにはあ、島々の地形であるとか、はい、そういうものもしっかり把握しなきゃいけなかった、はいこの市南長は3月30日で、はい、まあ新たに着任された,着されたんですよで、ね、したが、ってやっぱ自分の、まあ、担当するという地域については、当然、うんあの、把握したいと思うのは当然ですよね、ですから、まあ自らの目で見たいということで、まあ、今回。 ヘリコプターに乗って、はい、あのー。 視察をしたんだとまあこれは当然のことだと思いますし、うん、まあそれがまあ今回ねこういう結果になったということは非常に残念ですね。まあこれ偉い人だとかまあ階級の高い人はの、うん、そしてまあそこにこうつく形で今回もねあの分断地のトップも登場していたという話があって、はい、そうなるとやはりこう二機に分けた方がリスクコントロールになったじゃないかというような指摘もありますが、うん、この辺とはどうですか？あのー、まあ支店長がですね、まあ自ら見たいということですから、はい、その。 スタッフ支える人たちは当然同行します、ね、うでここ今回危機管理上の問題って,いうっていうことが言われてるんですけどただあのナンバー2の副祉団長とか、はい、あるいはナンバー3の幕僚長はおそらくあの熊本にいるはずですので、まあ、そこは私はちゃんとあのリスク管理はしてたと思いますのでここは。 特に問題はないと思うんですよね。ね、はい、これ、ね、あのいろんな憶測が最初に飛んだところがありました、うんでまあ、そういったものに対して結構こう、各自衛隊の OB の方々が、うん、あんまりこう、ね、陰謀論的なことはあのやめたほうがいいといさ、うん、めるようなところがありましたこの情報の出し方であったりとかっていうのはどうご覧になりますか。 にについてはですね、まあ、今回本当に私も含めてです、ねうん、全くこう原因が分からないので、えー、決定的なことをちょっとコメントできないですよね、うん、そうやってまあこういういろんな、私も SNS あんまり見ませんけども、はい、まあ出てきてるんだと思うんですよね、<laughs> でもやっぱりあんまりなんていうか、先走ったような陰謀論的なことについては、えー、私はやっぱり感心しませんし、それはちょっとやっぱ冷静に分析をした方がいいと思いますね。うんえー 6月日日日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田康司の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山重治須田真一郎宮崎哲也飯田康之、佐々木俊直高橋陽一峰村健治、小泉悠高橋杉雄東野篤子 激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中「0 5 7 0ゼ0 8九9 9 2 2 0 5 7 0ロ0 8八9 9 2 2共同東京」まで。 あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK コージアップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー。今朝は元統合幕僚長川野勝利さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします、えー。まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地十三日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の人比べて三百八十三ドル十九セント高い三万四千飛び二十九ドル六十九セントで取引を終えました。 ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は、二百三十六点九三ポイント上がって、一万二千百六十六点二七でした。一方、円相場は、一ドル百三十二円六十銭付近で取引されております。えー、アメリカの物価上昇、インフレが低下に向かっているという観測から、えー、アメリカの利上げが早く停止するんじゃないかという期待が高まって反発をしたということでありました。 ではこの時間取り上げるニュースはこちらですアメリカのの機密文書流出問題州兵の男を逮捕アメリカ CNN テレビによりますとアメリカの機密文書が SNS に流出した問題で捜査当局は13日マサチューセッツ州の21歳の空軍州兵ジャック・テシェイラ容疑者を逮捕しました えー、このね、あの容疑者の話、ワシントンポストが昨日あたりからスクープで結構報じておりましたけれども、うん、まあ,あ日本時間は夜に逮捕に至ったということであります。この情報の管理の仕方っていうのはね、あのー、まあ日本においてもですね、まあこれあの非常に情報管理については。はい あの問題が、まあ、最近も海上自衛隊に関しては起きましたし、はい、あのこの SNS の時代になって、ね、やっぱりスノーデン事件もありましたよね、はい、も本当に管理で,で、今回も州兵の人が捕まっているということで、この人がですよあのおそらくアクセスできるその権限とか、立場におそらくない人だと思うんですよね、はい、今回の。こね、あの国家の高度な はい、秘密をにアクセス、でね、でこれがなんでアクセスできたかということなんですよね。ねですから今本当にあの想像でするようなまあネットワークの時代になってますから、全く権限のない人までですね、そういうアクセスできる。よう,うここは本当にあの日本も含めてやっぱあのねアメリカも十分かもう。 対策を講じななくちゃいけないいけと思いますよね,、まあ、ね今あの、エドワード・スノーデン事件のお話が少し出ましたけど、えー、あの彼の場合は NSA という、えー、国家安全保障局の職員もやっていたある意味、中の人で権限もあってそこで得た情報が流出という形です,そうですある意味、えー、あの彼の、まあ。えー 彼はそういうことをアクセスできたので,、えー、で彼がそういう気になればできたということはあるんですけどや,やっちゃいけないんですけどね,ねで今回この周辺の人が、うん、おそらくそんな国家の中枢の機密に触れるっていう立場にないんですよね、うん、それがこういうことができたということについては、うんはい、まあこれはもう本当にあの有識なことなので<ー>それは絶対対策を立ててもらいたいと思うんですよねで、うん、まあ日本のね秘密情報の管理はまあ結構問題になるんですけども、はい やっぱりこそれを結構アメリカからこう言われるわけですね同盟国の関係でね。はい、でも今回その、ね、元締めのアメリカがこういうことになってるんだったらもう本当これはもうねどうなってるんだっていう話になりますのでん分か、うん、これはそもそも論として、ねえー、この州兵というのが出ましたけれども、えー、この州兵とその連邦軍のよく、えー、まあ我々が目にする海軍とか陸軍とかっていうのとは、えーえー、これ どういう違いあるい違が、あのーまあ、州兵という感覚自体は日本にはない都道府県が軍隊を持ってるみたいな感じ、うん、なんですよねでも、はい、日本にはそんなことないですから、ええ、でだだら州兵というのは結構ですねあのや,っぱあのやっぱ合衆国なので、ええ、あの外交とか防衛は、ええまあ、国が合衆国としてあるんですけども、はい、ンン結構あの内政については州がものすごく権限を持ってて州ごとになんかこう。うん 違うんですよね。いろんな<ー>あの法律,法律がシステムなんですね。はい、だからあのまあそういう意味ではもう本当にあの州が大きな権限を持っててで州がまたあの軍隊を持っているということなんですよね。なのでこのただしこの州兵は州の兵であって。うんはい 国としての機密とか国秘事項には触れるはずはないので、今回もう上触れるは。ずですよく言われるのは、州兵の人たちを中心として合衆国を守ると、合衆国の軍隊は、前方に外に展開していくみたいなイメージそうういです場合によっては、州兵の人も外に出ることはあると思うます。基本的には中ですよね。 中ででしかもその国家の注水の、はい、の秘密事項に触る権利は絶対ないと思いますから。で今回流出したその情報もまあウクライナにおけるその作戦行動であったりとか、うん、武器の調達であったりとか、うん、あるいは韓国がウクライナにどう武器を出すかっていうのを話し合ってる様であるとかあまあ周平が触れるようなっていうか触ったところでっていう,いそうどうするんだっていう情報ばかりだとそうそうだ話ですね。でなおかつ今回ですね。ええ、まあ韓国のやつが出ましたけど。 以前、メルケル首相ドイツのやりとりが、ね盗,聴とね、盗聴したとかいうか、はい、あでこういうことを、まあ、恐らくアメリカやってるんかもしれませんけど、えーえー、これはやっぱり同盟関係の信頼性を傷つける話なので、えー、それはもうやっぱり相当な大事だし。うんうん アメリカはそういうことやってること自体がやっぱりね、ちょっとこれはやっぱ、うんいかがなもんかと思いますよね。えー、まず、エドワード・スノーデンの、ね、あの事件の時も、もう日本だってやられたぞと、えー、まあ当時の鳩山総理であるとか、いろいろ聞かれてたみたいな話が出たりとか、えーえー、今回の報道では、国連の事務総長も、えー、その対象であったというのが、あ先ほどね、速報で入ってたりしましたけど、えーまあ、だからそこまで恐らくやってるんでしょうけどね、それ自体はどうかとは思いますがね。 でしかもそれが外に出るというのはやっぱりも,もう管理どうなってるかということですよね。だからあの日米同盟関係で、まあ、日本がゆるゆるいと結構い,いつも言われるんですよアメリカからね。スパイ天国だなんだってことを言われたりしますよね、うん、日本はでもこういうことが起きればあなたどうなってんだっていう話ですよね。<laughs> うんこれはそのアメリカが 構築しているこの同盟のネットワーク全体に対してものすごく影響ありますよね、これが出たっていうことで、それは韓国だって、それは相当な、表向きはあまり大きさではしないという態度は取ってますけど、はい、それはもうあの地下では相当なやり取りやってると思いますけどね。えー、何をやってくれてるんですかと。そうですよ これやっぱりアメリカでこの逮捕の報道がもうヘリコプターの映像とかで出るっていうのはそれだけ大きなニュースだぞというようなことが。そうですよね。日本で報じられてる以上のこれは聞くんですかね。いやあそもう、まあ、それはそうですよね。だまあ今回ですから同盟関係はい、いかがなもんかという話になってくるわけですよね。そしたらもうアメリカの信頼性になります。これからあの台湾問題とかね、はい、まあいろいろこうおお。 あの非常に厳しい状況になってくるときにやっぱアメリカの信頼性というのが問題になってくるわけですよね。うでこういったときにやっぱりこういう問題が起きると、はい、アメリカは頼りにできるのかということがおそらく特に台湾の人たちだって思いますよね。これは本当に大きなことだとだ思いますよね、えー、アメリカの機密文書流出の問題で周平の男を逮捕というニュース、うん、まあそこから、えーこのね、情報を扱う人の的確性であるとかと。 アメリカでもこのセキュリティクリアランスとかを本当ですねだからもう本当にあのあのセキュリティクリアランスでいアメリカも厳格だということは私らはそういう認識ずっとあったんですけどもでやっぱこういうことになるとですねどうなってんだということですよね、うんで。また日本の場合はですねよく言われるように検案としてはスパイ防止法ってないんですよね、はいうん、ですから日本の場合は、まあ、北朝鮮の人がうんぬうんぬんとかってやった時でもですね、はい 結局別件逮捕なんですよね。ある意味、ある意味、外国為替なんところとかで、はい、そういう。 ったことでとら取られるということになってますから、<ー>抑止力って弱いのは確かに日本としてはですね。だからそこはやっぱりプツパイ防止法ということについてはもうそろそろですね。はい、あの戦後日本の場合はやっぱそういうことはなんか驚々しいということで避けてきたところがあると思うんですけども。まあ戦前のそのね特攻警察とかそういうような批判がありました、えー。それがやっぱりあの国民にもねうう、はい、あの権限を侵害するようなことで発展するんじゃないかというような議論があって、はい、非常にあの権あの避けてきたことはあるんだと思う。 思うんで,すけども、まあ、でもこれからはやっぱこういうちょっと厳しい処置を取らないともう抜けますよね今のこういうあの発展した。 世界においてはこれ,これだけサイバーがとなると。となると、もう何でもし放題みたいな話になっちゃいますんで、うん、そなうなっても同盟関係もクソもなくなっちゃいますよね、だからやっぱり、ぶつ敗防止ということについて、もう一回ちょっと検討を真剣にですね、国民の権利を侵害しないという前提で、やっぱり考えたほうがいい。 いいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあ徐々に徐々にの法整備の部分で特定秘密方法であったりとかというのが設、はい、定されたりもしてきていて、はい、そしてまあ今後はそのね的確性をどう審査するかという、まあ特に民間で、はい、まあ防衛関係の情報を扱う人とかそういうところが対象になってきますかね。はい、あのもう今はもう何ですか防衛とか何とか言ってますね。やっぱあの。はい 官民一体なんですよねだからそのあの防衛はもうあの自衛隊だけっていう話じゃなくてやっぱ民間の人たちももうそうやってあの共有しないと防衛って成り立たないので、はい、しかしそれはやっぱり外に出してもらっちゃ困るっていうのはありますしだからそういう意味であの。 あ防衛の面の安全保障と、今、経済安全保障ってありますよね、はい、で経済安全保障の体制はまあ徐々にできつつあるんですけど、ただ、的確性というか、秘密法についてはまだ法律できてないんですよね、うん、まあこれからということなんですけど、はい、やっぱりもうあの、官民一体として、やっぱ秘密情報についてはどうするかということについては、うん、やっぱりもう、分け隔てなく、体制を整える時期に来てると思いますよね。うん、はい それからまあ今回のこの事件に関してはまあ、ねえー、このティシエレ容疑者がうん自分のこう腕を見せたいとかそういうようなまあ動機もあって機密情報をいろいろこう取ってきたんじゃないかというふうなことも言われてますが、うん、このサイバーの防衛であったりとかあのその部分というのはまさに河野さんが現役の時きに、ねえー、整備。 利用するとこういう、まあ、サイバー部隊だったりとかという話になりましたけどはい、はい、ここをこう若い人をどう連れてくるかとか<う>巻き込んでくるか<う>リクルーティングって難しいいみたですからまあ自衛隊としてはですね<ー>今、人材の養成教育もや自前で,です、ねうん、やりやすいんですけど、うん、でもやっぱあの民間にやっぱいっぱいそういう得意な人がいるわけですよねですから、はい、あの本当に T シャツ半端でいいから来てくれる。 とそういうまああのこれも、ね、あの処遇面では多くのっていうか自衛隊としてはできないですけ、ね、<っ>まあでもあのそういう人をねあのあの働いてもらうってことは大事なんですけどアメリカもそうなんですけどねえ<っ>そ,そういう場合要するにあんなんちすね ちょっと言葉としてちょっと古い言葉かもしれませんけど、はい、ここだからそういう何て言うこ,こ自分の立ち位置を分かってる人、うん、この人をやっぱり。うん でなおかつ技量がある人が必要なんでどうでもいいやと今回の周辺の人みたいにね自分の技量を見せたいとか言ってパッと出すような人が来てもらって、ね、裏切らない人に来てもらわなきゃいけないそう,そ,う、まあ、そういう人を見つけるというのもやっぱあの必要になってくるのでななかなか難しい面があるんですよねアメリカなんかそこをある意味、金額で担保するみたいなところがあったりするわけですかね。自衛隊の場合は、まあはい あのえ 一応公務員の枠の中にまらなくちいけないので,いそ,で、ね、そんな破格っていうわけで,できないのに応急票があってそうは言ったってさ事務次官この給料なのにこれまずいだろうみたいなことになっちゃうわけですね次回より上っちゃいかないので, <laughs> でそれはなかなかでなおかつ、まあ、それでもいいと自分としては、ね、あの国のため尽くしたいんだという人がいてまだ一番なんですけどね心行きの部分に追う部分があるというでも、うん、これは、まあ、それで気持ちはねそういう気持ちは、えー、もたもう半端でも。 T シャどうぞってやってたんですけど、やり <laughs> 方の部分は合わせるからと、そうですよね。そうですよね。そこも一体で考えてとかなきゃいけないし、自衛隊だけの話じゃなくって、えー、政府全体だったりしますよね。そうなんですよね。えー、まあだからそれアメリカもね、まあ、アメリカの裁判の人とも話しても、やっぱそこのとこ中性子、あ<ー>まあ英語ではロイヤルティーって話で、はい、この問題がやっぱ一番乗り越えるのには難しいんだって言ってましたね。なるほど。 そして来週は特別企画です、題して。日銀台湾ウクライナ永田町、激論満塁ホームラン、コージーダブルコメンテーターウィーク。 どこからででものののの取れる夢出スラッガーの皆さんです17日月曜日、ジャーナリスト、須田真一郎さんと評論家、宮崎哲也さん、18日火曜日、数量政策学者、高橋陽一さんと、ジャーナリスト、峰村健二さん、19日水曜日、ジャーナリスト、佐々木俊直さんと、国際政治学者、細谷雄一さん、20日木曜日、明治大学教授、飯田恵樹さんと、東大先端研専任講師の小泉雄さん、そして21日金曜日は、元内閣官房参与で、元中水大 の本田悦郎さんと前日本銀行政策委員会審議員の片岡合志さんポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーなどでもチェックをお願いいたしますえそして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2023のお知らせです報道記者が日々取材した情報をお送りするポッドキャスト毎週木曜日の午後に更新しています今週のテーマは コロナ入学世代の就職活動え現在就職活動真っ最中の2024年度入社の大学4年生え入学当初から新型コロナウイルスの流行で学業やキャンパスライフが従来とは別の向き合い方になったこの世代の就職活動の現状を取材しました<ー>担当は内田有紀アナウンサーです<お>えポッドキャストも地上波もぜひお聞きください内田君はコロナ入社世代だもんなそうなんですよね,ね<ー> 演芸会がまだできてないあ、そうだ <laughs> 企画しましょう。頑張りましょう。ね、はい、え、そしてもう一つ大事なお知らせがあります。こっちも大事ですそうなんです。現在公開中の映画、新仮面ライダーに出演をしている。池松壮亮さん、浜辺美波さん、江本佑さんの3人が。今夜10時から、お聞きの日本放送でお送りする特別番組。新仮面ライダーのオールナイトニッポンゴールドに。生出演します。え、うん、私、新業、アシスタントを務めます。アシスタント。楽しみだね。もう本当、昨日から触れが止まらなくて。<laughs> もう楽しみで嬉しくて、光栄で恐縮で。もういろんな。<laughs> 感情が入り混ざっておりますどうぞご期待くださいはい。ということで来週は特に飯田浩司の傾向時アップをよろしくお願いしますおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです北朝鮮のミサイル領域への落下予測は戦後初 北朝鮮が昨日発射した弾道ミサイルについて自衛隊制服組トップの吉田義秀統合幕僚長は日本の領域内への弾道ミサイル落下が予測された戦後初のケースだったことを明らかにしましまた、えー、記者の質問に問われてそうした認識だというふうふに答えたということであります、はいえー、そして速報が入ってきておりますが、えー、この北朝鮮の弾道ミサイルについて朝鮮中央通信は14日 えー固,形えー、固体燃料エンジンの新型大陸間弾道ミサイル ICBM 火星18の発射実験を行い金正恩朝鮮労働党総書記が現地で指導したと報じました、えー、そしてこの ICBM 火星18は3段式で、えー、発射実験が成功し金正恩総書記が大きな満足を表明したと報じたということであります。 えー、この発射、これ新しい形なんですかそうですねあの 火星18というおそらくまあ今まで17が最新だったと思いますので最新型なおかつの固,定固形燃料ですよね。はい、ということはあの固形燃料ということは即応性が高いということなんですよねあの液体であればこう燃料を注入しなくちゃいけないのでその間やっぱ兆候が把握できる可能性あるんですけど衛星な鼻から固形燃料ということであれば。 あのもうその把握もしづらいということで。ということは移動も容易になるそう移動も容易になりますよね。皆さん旅館なんか行かれたら鍋でこうねあああいうのをイメージしていただければいいと思うんですけどね。はい、うーん、はい これそうするともうあのどこほぼどこからでも撃てるような形になっていそうです、ね、だからまあ非常にまた強威度があの向上したということは言えると思います今回のこの発射、まあ、あの最初は、えー、ジアラートが出てそして日本の領域内に、まあ、あ北海道の南西部というふうふに言われていますが落下の可能性があったとあのちょっと この私もですね詳細がちょっとつかめてないのでわからないですけどきあの報道によればですよ、ええ、つかみましたとでそれでただしあの直後にレーダーが消失したというんですよねじゃ、はい、直後にレーダーが消失したレーダーから消失したということなので,で,そ,れでそれだけで北海道ということが予測できたのかどうかということが、まあ、あのちょっとそこは あのもう一つちょっと分からないところあるんですけどいずれにしても、まあ、何らかの解析で北海道だということで結論出したと思うんですよね。はい、で,でそれであ,のあとかあの結果としてはまあそれは違いましたということになったんですが、うん、あのまずやっぱりあの危機管理っていうのは見逃し三振じゃなくてやっぱ空振り三振とよく言われるように。うはいあの もうあの何らかの,あの解析によって北海道だと結論だししかし、見失ったと見失ったったていうことは自分が把握していないわけですから,だからなのでやっぱそこは警報を出すということは私は間違ってないと思います万が一をしてきたということずっと掴んでて、ええ、北海道ではないということならばそれは解除しなくちゃいけないんですけれども。はい 最初の段階で北海道という結論を出して、うん、しかし見失ってしまったということであれば自分たちが把握してないわけですから、はい、これは万が一のことを考えて警報を出すということはこれはあの間違っってははいいなかったと私は思いますこの、まあ、日本にあるレーダーとそして、うんまあ、北朝鮮から打ち上がるということを考えると、はい、ある程度まで地球は丸いので、はい、打ち上がってこないとまず補足ができない、はい、でこれ解析ができるということはある程度までは上がってきていたというふうに考えるん<の>ですか まあ、もう私、まあ、そういうことだと思います、はい、北海道という地点を割り出したわけですからね、はい、でこれは韓国もそうですし、日本もそうですし、はい、あとアメリカの情報ももちろん必要ですので、<ー>日米韓が連携して、はい、あの発射というはあの事象を把握した,したわけですから、からこれは発射されたこと自体は絶対間違いなかったし、まあ、今回の北朝鮮ももう発表してますからね、ただ、今回、ちょっと不思議というかう、はい、あの、 まああの私けあのアラートを出したこと自体は良かあの別に間違いじゃなかったと思うんですがしかし訂正しですね、はい、でなおかつじゃあどこに落ちたのかがうん、うん、今回発表ないですよねそうですね今のところ発表してませんね、うん、でこ,ここはあのー、普通ならば EZ の外でした内でしたとかありますよねはいでここがちょっとであの出てないっていうのがあのー、ちょっと お,うん、おかしいなと思うんですけどね、まあ一部報道などでね、このレーダーから消失したっていうのは、えー、まあそこでバラバラ粉々に分解しちゃったんじゃないかみたいなことを指摘するのは、えー、ただですね、分解したということであれば、まあ、あの破壊とか、あのまあ、爆破、えーあの、自爆したとか、まあ、いろいろ考えられますよね、はい、それであればです、ね、おそらく日米韓で3三国を見てるわけですから、はい、ぜ絶対にそれはうそういうことも把握できてるはずなんですよね。 えー、だ,かだからそれの,あの発表もないということは、はい、でしかもあのおこの北朝鮮が、まあ北朝鮮の,、うん、あの発表が正しいかどうかは別にしてですよ、はい、ただし北朝鮮側は発射実験が成功し金正恩総書記が大きな満足を表明したというまた言ってるわけなので,、はい、でこれはやっぱりあのどこに落ちたかについてはやっぱりそこはあの。 国民に発表すべきだと思いますけどあこれロストした、まあ、レーダーから消えた地点というものは分かるわけですもんねそうするとるす、ね、そこで何が起こったかっていうのをあとは分析するっていうことあでまあそこですねそ,そこの消失した以降の発表が一切ないので、えーうん、だからそこはやっぱりちゃんとあの。うん あのアラートを出して北海道の方々は必死で逃げられる方あかどうねそれやっぱり結果はどうだったんってことについてはうん、うん、やっぱりあの、ね、お伝えするのがやっぱ国の責任だと思いますけどねそして、まあ、この、ねえー、弾道弾の発射ということになれば当然ながら国連安保理決議違反であるというところですが、うんはい、ただ、やっぱり。 この安保理で非難決議を出そうとするときに中国やロシアの拒否権というものがあったりする全くこう機能しないというのがもう20年以上続いてきているあこれ、ね、じゃあ日本はどう対処するんだというとやっぱりある程度の独自の抑止力と反撃能力ことうこなっていますか、うん、今回あの、あの吉田東幕長のコメントが出てますけども。はいあの 日本はなんかんで、それはまあ戦後初だということを言われて確かにそうですあの領域内に落ちるということが、はい、あの推定されてアラートを出したのは、まあ、今回おそらく初めてですからでなおさらですねやっぱあのそのアラートを出した時私はったあ私は別な問題なかったと思うんですけど、ええ、でもそれを訂正するんであれば実際はこうでしたということは今回ない っていうことですよねで、まあ、ここはやっぱりちゃ,ちゃんとあのしてもらいたいのと、はい、やっぱりこのもしか領域内に落ちるという予測が出たような事態であれば、はい、それはまあ,あの私が現役時代のもっとエスカレートしてる話ですのでうん、えー、やっぱりこう。 北朝鮮の脅威というのはますます上がっていると認識すべきだと思いますよね。まああの当時ね、えー、菅さんがまさに総理に就かれていた2017年のあたりというのは北朝鮮がガンガンこうミサイルを撃ってきた、はい、でそれがあったからこそイージスアショアっていう話で守ろうということになってたす、ね、そうですそうです,そうです,そ,うですそうです。で今まああのまあいろいろ経緯はあったと思いますが、はい、イージスアショアがまあキャンセルになって、はい、まあイージスシステム搭載艦の方に移ってるんですけどね。はい、でまず、あ、あのまあ私あのイージスアショアのがキャンセル もともとはイーサーシアを導入を決めた時の倒幕賞でしたので,、はい、でその時もちょっとあのイーサーシアのキャンセルについてはちょっと疑問には思ったんですがまあ,あの時もちょっと申し上げたんですけど北朝鮮の脅威っていうのはあのあのイーサーシアキャンセルした時は確かにあまり飛んできてなかったんですよ日本海に撃つとかですね、はい、日本人の目にはあまり見えてなかったのでちょっと脅威感が薄れてた時期ではあるんですけどもでも、 あの決して北朝鮮の脅威が消えたわけじゃないんですよね、あの今あも核は一切放棄してない、ミサイルだって一切放棄してないわけですから、はい、でそこはやっぱ冷静にやっぱ分析して、ですね対応していただきたかったなとは思ってるんですけどね。あの当時米朝のね首脳会談などがあって、えー、まあ情勢的に撃たなかっただけと、えー、そうですね、そうですね、うんま、まさにそういうことなんですね。本当そうなってくると、まあ ミサイルでの防衛もそうだし反撃能力的な抑止力もそうだし結局、ななんかどっちがどう取りますかみたいな議論をずっとこの国してたかもしれないですけど本当だったらどっちも世界各国どっちのもですかあ<ー>じゃあ防御するのも必要ですけどもね、はい、やっぱそれだけで100%の保証はないのでしたがって でばあの場合によっては、はい、その根元を叩くことも必要でしょうねとこれはあのやっぱり想定外ということは通用しない世界ですから、はい、やっぱそれは万全を期すという意味で両方持っとくと。うんでやっぱ基本は防衛あのミサイル防衛で対処するのは基本ですけども、はい、それで対応しきなくて日本の国民の方々がね非常な犠牲が出るといううなればそれはもう。 やむをえず叩くということはあってしかるべきですからやっぱ朗報を持ってるとで今回の安保3文書で反撃能力に踏み込まれたということはやっぱそういう観点だと思いますはい。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の「OK! コージーアップ週末増刊号」を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返り ニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんに登場いただき台湾をめぐる安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください続いて教えてニュースキーワードですアメリカとフランスの関係はどうなる 中国訪問後フランスのマクロン大統領の発言がアメリカや、まあ、ヨーロッパでも批判をされております今月7日中国訪問へ帰国したマクロン氏は一部メディアに対して台湾への対応をめぐって ヨーロッパは米中いずれにも追随すべきではないと発言また12日には同盟国は属国ではないと訴えて批判がさらに高まりましたえそんな中この緊張高まる台湾情勢をめぐってわれわれは開かれたインド太平洋という理想像をアメリカと共有していると述べ火消しに回ったとみられております最初はなんかヨーロッパ関係ないぐらいのことを言ってたような <laughs> 気がしますが。<laughs> あの台湾はね台湾問題はヨーロッパと関係ないということを確か言われたと思うんです、はい、あのフランスってですね、ええ、結構なんていうんですかしたたかな国だと思うんですよ、元々もともとあの第二次世界大戦は7チスドイツ占領されてるんですよ、パイでは。あそうで、すよねで,よね、はい、でビシー政権っていうのができてでですね、はい、でしかしですよ終わってみたらちゃっかりですよ戦勝国で一角になりですね <laughs> 国連の安,保安全保障上にリスクになってるわけですよ。はい、でほん 本来は第二世かいか負けてる国なんですよねそれがもうちゃっかりそういう立場に立ちって<ー>今度はドゴールが出てきたらですよ、はい、まあドゴールもやっぱアメリカと非常に対抗したわけですねで<ー>独自の核を持ちですね、はい、常にねそういうまあなんうか誇り高き国という意識があるんでしょうねでイラク戦争の時もフランスはものすごくあのアメリカ対、はい 対対しても人対立して立たわけですよね証まあ結果としてはフランスに言っ,てもった方が正しかった面もあるんですけどね、はい、でもやっぱりフランスでもともとそういう立ちスタンスに立つ国ではあるんですよねですから今回もあのねやっぱアメリカとはあの一線を画すやっぱり、はい、経済的にも中国と非常に深い関係があるということもあるんだと思いますけどね、えー、ただあの台湾は自分最初は、ね、台湾は あの自分たちの問題でないみたいなニュアンスのことを言われましたよね。そうですよね。うん、それはちょっと違うんじゃないかと。うん、やっぱり我々な日本もですよ。はい、やっぱウクライナ問題についてはやっぱ遠いあのやっぱり問題だけど、うん、これはやっぱりあの世界の問題だということでやっぱあの捉えてるわけですよね。ではい、世界各そうですよ。ですから。うんうん ああいうあのリフジな侵略は許さないという立場に立ってるわけですよね。はい、まあ総会のね国連総会の非難決議もあれだけの国が賛成したってすごいうことで,う、ね、うですよね。やっぱり大国フランスの大統領してはやっぱり何というかいかがなものかと思いますよね。うん、そうなったらやっぱりフランスに対する信信頼性もね、まあ、あの、うん 落ちると思うですから今、ちょっとひか火消しに回って、ね、火消しに回ること自体がみ、ね、っともないという話ですよね。な、はい、なら言うなってう感じですねそもそもねあのフランスは太平洋にもそうです、ね、海外領土があって当時国の一つでもあるっていうそう,、まあ、そういう,こう感じでアプローチしてきますよね。ねだ,かだからマクロン大統領もそのも,もちろん絶対認識はしてると思うんですけどでもその意識はちょっと薄いんかもしれませんよね。えーで あの、わ、わ、わ、もともと海上自衛隊出してたから、はい、フランスの太平洋艦隊でものすぐ、あの、緊密に連携してたんですよ。あの、大使とかニューカレドニア基地持ってますからね。はい、ねで、そういう意味で私らの認識は。うん あフランスって太平洋国家だという認識がもとく我々はああ<ー>あるんですよねで,で太平洋に勤務しているフランスの人たちもみんなそういう認識なんですよ<ー>だからそういう面では台湾は人事ですなんていうことは絶対に太平洋で勤務しているフランスの人たちはないと思いますけどね、はい、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープ！ 中国が東シナ海事局は13日東シナ海の一部で日本時間の16日午前10時から午後4時まで船舶の航行を禁止する区域を設定したことを発表しました。 ロケットの残骸が落下する可能性があるためで指定区域は台湾の北方沖縄県石垣市の尖閣諸島に近いため日本にも影響を与える恐れがあるととのことです、えー、台湾の北およそ160キロにあたる区域だということなんですがあ一部は日本の排他的経済水域 e z にもかかるんだということですね。うん これはやっぱりちょっと非常識ですよね。はい、というのはうーあの日本の e z にかかるでその間はあの飛行禁止区域という,うで,、はい、で飛行禁止区域など,どうもなんか空域に限られて海域は含まれないとか言うんですけども官房長官はねすごい形になるんですねで、はい、でもそれってでも 危ないよと言われたら船だって行きませんよね。でまあ、ということはと、ね、そうそう経済活動だからあのなんて言いますかね当然できる経済活動があの制約をされるわけですよね。うん、影響ないなんてことは絶対言えないはずなので、うん、ですからそういうなの他国の,の EZ に影響を及ぼすような、はい、その宇宙活動をするということ自体がやっぱりちょっとおかしいし、うん、以前はなんかインド洋に落としたって言うんですよね。以前のやつはねあ、はい、でですからインド洋で やっぱの部分があるのでの,けの、うん、でもこれタイミング的にやっり台湾に対する、はい、やっぱりあの牽制だと私は思いますけどね。これ最初はその飛行禁止区域ももう3日間にわたってたというようなさすが,が,がにということだと思いますけどねねそこまでになると飛行禁止区域の話って、まあ、それこそウクライナでロシアの侵略が始まった当初も西側が禁止区域を設定すべきなんじゃないかという議論が、えー。 ありましたけど、ええ、これは直接的にそういう,こう有事に直結する話にも場合によってはなってくるんですか ということになってある種のなんなんていうかブロあのなんつうか封鎖なんですよね。ああ<ー>、うん、空域封鎖みたいな。空域封鎖ですよね。であとまあこれに海域が加えればもう完全な封鎖になるんですけども。はい、これって基本的にやっぱあの常識ある国はそんなことはやっぱりしないんですよね。でこれを勝手に自分の宇宙活動だということでよって、はい、あのこっから入っちゃいけませんなんていうのは基本的にそういう権利ないですよね。基本。だからそれはあの宇宙活動をするし うが配慮しなくちゃいけないわけであって、はい、<で>迷惑のないところに飛ばすと。で、それはおそれコントロールできるはずなんですよ、ね。今のあの技術で言けばですね。んうんうん、だからまああのー、私はやっぱりタイミング的に言って、はい、自分たちは台湾の周辺をいつでもコントロールできるんだぞというようなあ,<ー>あのメッセージを。 今回伝えてるんではないかなと思いますけどね。やっぱりこう蔡英文総統がまあ中米訪問のまあ行き帰りアメリカに立ち寄り下院議員ともあった。で演習も周りで行った。やっぱそこと文脈的にはつながってると思います。ただし今回あのペロシ議長下院議長が来た時よりもあのあの時はミサイル自体発射しましたからね。そういう意味では今回の方がまあ多少トーンダウンはしてるんで。 ですけども、でもやっぱりメッセージとしては私は一緒だと思います。<ー>やっぱりあのそういうことをやったらまあ、やるぞということをスタンスを示してるんだと思うんですよね。ただあの来年の1月に総統選挙ありますよね。はい、でそこに向けてやっぱりあの台湾中国としては自分たちが、ええ、あのまあ、何時かあのこうに有利な人が総統になってもらうけどおそらく今 から、いろんな工作してると思うんですよね。<ー><か>それが、まず目標。そうですか、らあんまり、あの、台湾国民の、対して。やっぱり刺激を与えるようなことになると、ちょっと自分にと。 たちにとってマイナスになるんじゃないかというそういう配慮もあって、まあ今回は禁止区域とかですね、そういうレベルで抑えてるんだと思いますけどね。まあかつてその李登輝さんが、はい、まあ初めて、えー、総統選を台湾でやるというふうになった、はい。千九百九十六年ですかね。あの時はミサイル演習をガンガンやってっていうのはありましたよね。えー、ね結果でもそれ世論は別に反対方向行きましたね。あの李登輝さんは当選したんですよね,ね。やっぱそういうこともありますからね。であの時はアメリカがやっぱあの 空母を二個グループ出してでやっぱりもうある意味中国はもうそれで恐れを o の n いちゃったんですよねでも今の中国はやっぱそうじゃないぞというようなことをあえて見せてるんですよねもうあの時とは違う中国だということをねだからやっぱり俺たち今空母を持ってる人あれやっぱり今回も三島というね空母を出してきましたねでしかも台湾のまあ東側というか西太平洋のところである意味こう背中から つくみたいな形あのねだから台湾関係だってその東側に出しましたじゃ。はい、ということはどういうことかっていうと、はい、アメリカが要するに助けようとしても俺たちは阻止するということを示してるんですねポジション的には。アメリカはやっぱねグアムやハワイの方からあるいはねお横須賀から出すにしてもそうですよね。そそうううでですそういう意味でやっぱあの来たら 俺たちちがが立ち塞がるぞとということを示してるポジショニングですよねあれは<ー>、はい、一部報道によるとあの時にアメリカのニミッツ、ええ、空母ニミッツの打撃軍も、うん、実はあの近くの海域にはいたぞみたいな報道もあったりして当然アメリカもそれ意識しながら見てるもちろんですね、ええ、もちろんそうだと思います、はい、日本の倒幕もあれ写真付きで出してるじゃないですか、ええ、やっぱりこうしっかり見てるぞっていうのを、ええ、もちろんもうそれはもうお互いね、ええ、それはもうちゃんと見てるぞということはもう目が メッセージを出し合っていというこやでもこういうことの一つ一つがやっぱりさやあてというか駆け引きみたいなものになっていくわけですかそうですね。だからやっぱあの台湾海峡問題っていうのはやっぱこれからまあやっぱり非常に厳しく状況になるということはまあ 考えておい,た方がいいいたがですよね日本は、はい、もうこれ菅野さん、はい、何百回と聞かれてると思うんですけど、えー、いつ起こるんですかとかどう起こるんですかとかって、えーえー、か台湾有事に関してはずかります、ね、朝からちょっとねこういうおいしちゃ話ってあれなんですけど私やっぱり2024年の1月の総統選挙ありますよね。はい、こ,ここに向けてやっぱあの やっぱいろんんなすすると思うんですよねんでそこであの自分、中国にとってあの、まあ、コントロールできる相当がなれば、はい、おそらく平和的併合とも考えると思うんですけど、はい、ならなかったら。はい やっぱりそこで私は見切りをつけるんじゃないかと思うんですよね。で、あのあの今の習近平総書記の任あの三期目を切れるのがに二千二十七年ですよね。はい、この間にやっぱ成果を上げたいとおそらく思うと思うんですよ。だから私はその二千二十四年から二千二十七年まではやっぱりあの要注意の。 期間だと私は思います。この三年間。はい、そう。私私の味方ですよ、もちろん。はい、んということだと思いますね。なるほど。はいはい、あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩次の OK コージーアップ。日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。 ーーーコジの、OK! アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください